まあね、ただこれはチャンプ2なので、チャンプ1に1シーズンで帰れるかっていうところがね、非常に大事なところだったんですが、先にシーズン結果見ていきましょう。こちら！チキラ、どうも、ゆうたじゅんです。今回はグランリーグ最終日を見ていきたいと思います。デイ7ですね。7日目でございます。結果はこちら41対36。攻め残しもなく41ということで11全開生まれております。まあ非常にね、まあ5戦目にちょっと敗北があったんですが、まあ40点ぐらいを取り続けて。まあね、ただこれはチャンプ2なので、チャンプ1に1シーズンで帰れるかっていうところがね、非常に大事なところだったんですが、先に、シーズン結果見ていきましょう。こちら！はい、というわけで、最終節で、まあ、41点というわけでね、まあ、結構点差をいい感じにね、点を取ることができてたので、一回負けてしまったにもかかわらず、全勝の2位のラバキングスを抜かすことができて、なんとか、チャンプ1へ返り咲くことができました。まあ別にね、チャンプ1のクランがあるって、まあこっちはちょっとファーミング用とか、まあそういうのもあって、チャンプ1で回すことをしてたんですけど、攻め残しがね、十何発出て、チャンプ2に落ちてしまいというところからの今回のシーズン、1シーズンでチャンプ1に戻ろうというシーズンでした。まあ今回もね、全開リプレイ見ていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速見ていきましょう。まあよかったよかった。なんとかね、1シーズンで変えることができたので、とりあえずは一安心というところでした。まあ、チャンプ2とはいえね、1位を取り続けるっていうのは非常に大変ですし、まあ、デイ5、防衛援軍の入れ忘れとかもあったけど、しっかり負けてますからね。まあ、そういうのがあって、非常に、めんどくさいところではありましたね。さあ、スタートラー。防衛援軍にアイスラバが入っているという、なかなか特殊。あんまり入ってることはないかな。さあ、アイスラバを見て、ウォーデンを追加して、早めに殴ることを。早めの処理を試みていますね。中華式。パピーに対してもいろいろ当てつつ、高速処理を。まあ、アイスラバーはね、遅延効果を入れてくるので、少しクイーンの処理がゆっくりになってしまいます。さあ、拡大でまずは大きく穴を開けつつ、オーデンだけが内側に入り込んでいって、クロスボウのタゲを取ってしまいそうです。はい、無事にタゲを取っていって、クイーンからヒーラーがウォーデンにスイッチ。さあ、この後クイーンの方に被弾が入りつつっていうのを見て早めにウォーデンを追加して、違う。ロイヤルチャンピオンを追加してますね。さあ、スーパーロールウェイカーで一旦クロスボウを開けてることで奥の金庫の部屋にたげらせようというところで、無事になんとか穴が開いてきましたね。ホーミングチェックのバルーンも2体のホーミングを解除することに成功。で、トム。タウンホールの爆破に合わせてしっかりと打ちつつヒーラーも守っていい感じのトムになったかなと思います。ロイヤルチャンピオンはこの編成ではちょっと珍しめの早めの投入になってますが、まあ、この辺も回収を入れていきたいところ。さあ、ジャンプで奥へ繋いでいって、ロイヤルチャンピオンがね、もう使えない分クロークを温存してってるので、ここフリーズとクイーンのフローとクロークで伸ばしていきたいところですが、ここは一旦フリーズを使っていくかな？フリーズを使って、まあ、回収ユニットがぐるっと回って3時に集まることが必要になってくるので、外周部を大きく削りつつ、まあ、ビビドラとかも出してクイーンを内側に入れていきたいところ。まあ、1回のフリーズの間にクイーンがタゲを取り直されないようにいろいろユニットが追いついてくれるような仕組みが必要だったんですが、そこをなんとかできたので、無事にこれで全開と。まあ、中華式っぽいアタックでしたね。まあ、スタートラっぽいアタックではありました。さあ、続けてクラウスですね。突撃艦スパビズ、おっと。これ届くんか？ヤンキーだな。さあ、届けていきましたね。なんとか。と一瞬攻撃を空振ったように見えたけど、なんとか届いていきました。まあ、アップデがね、というかメンテナンスか。メンテナンスが入って弱体化がもうすでに決まっているスーパーウィザードなんですが、おっと、打ち切れず。終わった後どうなっていくか、もうちょい見ていきたいところですね。アップデが入って。まあ、それを見越してかというか、クラウスはもうすでに純正ラバルの練習をアップ始めてます。まあ、結構いろんな人が、スパビズを諦めて、まあ、純正ラバルだったり、他の編成、ディガホグやりたいって言ってる人もいるし、まあ、いろいろね、他の編成に切り替えていくっていう声を聞いてるんで、まあ、今後どうなっていくか。になりますね。
まあ、個人的にはね、ベルナウがずっとライトニング7発の天才ラバルをずっとやり続けてて、まあ、7発どういうことかっていうと、6発プラスのクエイク1発を投石機に打って、残り1発はストライカー用へのライトニング、援軍処理用へのライトニングですね。このインビジブル素晴らしい。で、ポイズンも別に持ってってるので、スパビズと何が出ても、スパビズとストライカー両方出ても OK というような作りをレジェンドリーグでもやっているっていうところです。まあ、多分天才ラバルで回してるのってベルナウが複数赤でベルナウの天才ラバーをずっと回してるの以外はそんなに見ることないと思うんで、まあ、個人的にはちょっと気になってるなっていう戦術の一つです。なので、突ビズを今やってて、純正ラバルのやるのがちょっとどうしようかなって思ってる方は、その天才ラバル視野入れてもいいかもしれません。あとね、もう一つ思ったのが、スパビズなんですけど、スパビズ普通にそのままやって、インビジブルの枠か、なんかフリーズかヘストの枠1個減らして、クエイク持っていくのはどうなんだろうなって個人的に思ってて、まあ、ダメージ量が落ちるけど、それをなんかクエイクでカバーできるぐらいのあれなら、まあちょっとそこはね、実際に回してみてクエイクだけでカバーできるのか、まあ、できれば、アップデー前と変わらない状況になるのかなっていうところなんだけど、やはり上位勢ではやっぱ突ビズ対策が非常にされてるようで、そもそも突ビズ自体が渋いっていう声をよく聞くので、まあ、続けるかどうかっていうのは難しいところになってくるかもしれないですね。あとは対戦でどの程度、まあ、狙った配置に対してぶっ刺さるってレベルならば、今後も、まあ、変わらず使われていくでしょうし、まあ、弱体化入っても強いって戦術は今までもあったしね。まあ、その辺は実際に使ってみないとわからないところなんで、まあ、計算いくらなんね、計算だけやっても、まあ、実際に使えるかどうかっていうのがわからなければ机上の黒ですからね。さあ、続けて。これはタウンホール周りまで届けば相当なアドバンテージになりそうですが、さあ、届いていくのか、届いちゃうな。これ届いてしまったらすごいことになってしまうぞ。ちょっと深い気がするけど大丈夫かな。まあ、ギリ、ギリというか、まあ、1マス単位ですが、ギリセーフでしたね。さあ、マルチ IT が、なんか、しょぼしょぼしてるな、あそこ。マルチ IT 折れて、ロスボも折れそう。反射ダメージでロイちゃんまでやれない。まあ、援軍も釣れたし、ロイちゃんもほぼ、虫の息というところで OK かな。ヒーローは、9時かな。9時に飛んできました。さあ、スニーゴブでサイドカットを測りつつ、ストライカーにキングが寄せられちゃうので、なんかそっち行っちゃそう。テスラがね、これはカットできないので、なんか上に流したそうな雰囲気だったけど、これは流れ逆走ですね。見た感じ逆走、左に流したかった、上左に行って多分ここら辺開けたかったって流れだと思うけど、これ逆に今度また逆、そうですね。クイーンとロイちゃんは今度逆走してましたね。本来こっちに流したかったと思うんだけど、逆走の逆走で正規ルートにキング以外のユニットが飛んできました。こうなるとアイゴレ出さなきゃよかったってところですね。まあしょうがないので見ていきましょう。無事入るのかこれは。ラバルは本来ならば下からやるようなプランだったような気がするけど、クイーン入らないな。上からやってもいいかもしれんけど、まあそのまま下から行きますかね。終点に持っていく形で代用、まあ、こいつがもうほぼ虫の息なので、一体だけでストライカー一体だけを出すことで、まあパピーだけでも処理できそうだけど、まあこれで無事に処理ができました。まあ終点に投石機を残してそこをフリーズか、まあ当分まだ使ってないのでそこで補っていくって形ですね。ラバがまだ割れないようにここでフリーズ一発貯めていきました。で、ここも一回フリーズ。投石機には貯めずにって感じなので、これはトームを最後に合わせたいっていう流れですね。さあ、ここでストライカーが登場。トームを合わせていくでしょう。トームをここで合わせていって、しっかりクイーンにタギが入りつつ、ヘイストで投石機まで温存してたトームを残していたので、フィニッシュ。いいリカバリーでしたね。投石機を終点にする空をね、プランニングとしてというか、リカバリーとしてすると決めたならば、フリーズかトームどっちかは絶対残してないといけないところだったので、しっかり最後までトームを残したいいラバルの展開だったかなと思います。まあ、その分フリーズを早めに使ってね、トームを温存するような形を作れていたっていうのもポイントでしたね。
さあ、続けても一発星さんですね。トッツウィズラバルが飛んでくる。イーグル、これ金庫まで狙ってんのかな？さあ、金庫まで狙ってるのか？あ、安い。さあ、そしてこれが本当に強い。ストライカーのね、この、ノロノロ効果が本当に強い。ノロノロしてしまうので、突撃感が届かないっていうことが多々生まれるので。まあ、ただ、多分ここまで狙ってたけど、まあでもまあまあまあ削れたでしょってぐらいにはなってるので OK かな。まあ、本来ならばこの投石機が狙ってたと思うので、それ折れたら非常に大きかったんですが、さあうまいですね。これスーパーガーゴイルの滝をバルーンで取って、ロングショットとかもすべて終了し、ポイズンの効果内で抑えることができました。で逆サイドをベビーでサイドカット。いい展開ですね。これはオールブレーカーで拡張を狙って大きく綺麗に拡張がされていきました。クイーンもしっかり入っていく。さあここでキングのフィストを早めに使うことでシングルかわしていきたいですが、おっとクイーンに向いてしまう。マジか。まあ、インビジブルのフォローでなんとかセーフかな。これはクイーンまで見てたか？さあ、クロークでタウンホールを壊しつつ、クイーン処理までいければ、いけるか。惜しい。本来この投石機なかったですからね、多分プランニング的に。ここまで真ん中まで届けてこいつが壊れてるってプランだったと思うので、ちょっとめんどくさい形に残ってしまいましたが、逆に言うとまだロイヤルチャンピオン使ってないので、真ん中に刺していきたいと思ってるでしょう。来ましたね。ロイヤルチャンピオンを真ん中に刺すことでのリカバリー。さあ、フリーズで、投石機2つを固めつつ、一気にヘイストフリーズで押し切っていく形を作っていきます。さあ、もうすでに、ストライカーは打ち切っちゃってるので、ここ、ストライカーはないので、このロイちゃんとかで処理ができるといいんですが、ちょっと苦しい形ですが、なんとかここで、すべて防衛施設が壊しているので、これで全開。第一クロスも、もはや意味なしと。まあ、ちょっと2本連続でリカバリー気味の全開が続いてますが、いいリカバリーですね。まあ、初手のところでプランとは少し崩れてしまってるんですけど、まあ、レジェンドでもこういうこと多々あるでしょうから、そこでのうまい切り返しっていうのが非常に大事ですね。アキラマスター。さあ、ディガホゲ。まあ、完全にディガホグに戻りましたね。本当にね、多分、視聴者の方はアキラといえばディガホグというイメージしかないと思うんですけど、僕らからすると、一時期アキラなぜかスーパーネクロに浮気してた時があって、で、もう、しばらくは本当にスーパーネクロをやりまくってた時代があったんで、アキラさんもディガホグやめたんですかっていう時代があったんだけど、まあ、最近ディガホにまた復帰してますね。やっぱ天才が6発になってしまったっていうのは大きいでしょうかね。耐えれんのそれ。うわ。耐えれんの。うわ。あ、それはやばいんじゃない？おー。こわ。ギリギリで。いけんのかそれ。ロイちゃんも？あー、さすがに無理。うおー。なんとか超えてきました。でも、始まってますね。クロークによって、ストライカーはどっか行って、ただクイーンはさすがに延命できないと見て、レイジは打たない判断。まあ、レイジはディガホグパートに打っていく感じになりますね、これは。まあ、これはなかなか事故ってしまったなーっていう雰囲気が漂ってるんですけど、ここから行けるのがディガホグの強みですね。逆に言うと、モタンホールを、すでに壊しているので、トーンを自由に使えるというのと、アキラはね、トーンのスキルが、タイミングがすごくいいので、さあ、打ってるか、レイジトーンのタイミングなんだけど、入れ！ここだー！いいですね。巨爆が大量に出たところと、あー、ロイちゃんの能力はこれ間違えて押しましたかね。トームと間違えて多分、ロイちゃんの能力まで飛んでっちゃったって感じだね。さあ、ここでレイジが移ったの、レイジヒーラーが移って、まだヒールはいらないなって多分言ってると思います。よく言ってるので。ヒーラーがね、スイッチして、レイジが乗ってる、あ、これヒールいらないなってよく言ってるんですよ、アキラ。さあ、ここなんとか乗り越えたい、このシングライティ。ロイちゃん守りたいぞ。超えれるか。おー、いいですね。なぜかこの状況で、ヒール1枚余る余裕の展開に、早、変わっていきましたね、展開が。
ああ、結局ヒール余りそうだ。これラスト、まあ、ロイちゃんだけのためにヒール打ってもいいぐらいの展開。打たないか。打たないですね。打たずに、このまま全、危な。全開。いや、いいリカバリーでしたね。しっかり落ち着いて。まあ、スタドラとかはね、アキラさんディガホグやってくださいって言ってるんですけど、スーパーネクロに、アキラのスーパーネクロにあんまりいい印象をお持ちでないようで、アキラさんはディガホグやっててくださいってよく言われてます。で、アキラのディガホグって他の人のディガホグよりね、そもそものディガーとホグの数が多いんですよ。今のもね、ディガーが21体いたんですよね。ディガー21体のクイヒーディガホグって、さすがに多すぎるよねっていう。他のなんかサイドカットのユニットとか回収用のウィザードとかをもうほぼゼロにしてるんですよ、アキラのディガホグって。そうなると、まあ、ディガホグ自体の火力っていうのは非常に高いんだけど、まあ、逆に言うと事故ってしまった時に回収部削れるユニットがいなくて低パーセントになりやすいっていうリスクもあるんで、まあ、そこは気をつけていかなきゃいけないところかな、ただアキラのディガホグは今みたいにクイヒーが死んでしまっても、そのディガーの方でリカバリーができるようにディガホグそのものの数が多かったりして調整図ってるところもありますね、それがなんか事故った時にもゴリ寄せる秘訣かな。まあ、5v5 とかだと低パーセントは結構痛手になっちゃうけど、グランリーグとかだとまあそんなに痛手になることはないですからね。15発あるから全開勝負になることの方が多いし、パーセント勝負まで行くことはそんなに多くはないんで、まあ、全開かどうかっていうのを大事にして、そういう編成もありなのかなって気がしますね。いいと思う。まあ、タウンホールの爆破に関してはちょっと早い気もすると思うんですけど、もう早めに全てのユニットにレイジーヒールトームが集まるところでのトームだったので、タイミングとしてはすごく良かったなと思います。はい。まあ、わざわざタウンホールの爆破に合わせるっていうのを厳密に合わせなくてもいいから、今のはちょっと早めに打ったのは正解だと思います。さあ、この状況でいい感じにロイヤルチャンピオンも出せて、クイーンの延命もできたし、まあ、タイミング的にすごくドラゴンと並行して進める感じになってて、お互いのタゲをね、ロイヤルチャンピオンとドラゴンと分散して取れてるので、両方 HP 温存につながってますね。さあ、この状況でまだインビジブル、これはまあトッツビズパートでの予備でしょうね。トッツビズ弱くなるとこの編成もちょっとどうだろうなってとこはあるけど、刺さる配置にはもちろん刺さるのもわかるけど、そんなんね、トツビズが刺さるかどうかの問題になっちゃうんで、シンプルにこのユニット編成も弱体化だね。まあ上になることはないよね、使われやすくなることはないよね、とりあえず。まあそれでも非常になんかテンプレっていうか、いい形が作れてましたね。アキラさん、スーパーネクロやめてくださいよって言ってる側の人間がスーパーネクロです。ライトニングが6発っていうことで、まあ今までだったらフリーズだったりポイズンだったり、まあ自由な呪文枠が1枠持てたんだけどっていう呪文で、編成ですね。さあ、オーデンを口側からスタートしていって、あ、クロスボウ折りのためのライトニング2発なんですね。さあ、クイック。リストに入ってないので上、タンホール。シンプルに外しただけか、これは。外しただけですね、多分。これは上から入りそうですかね、この流れを見ると。さあ、上から入っていって、まあ、ウォールブレーカーがあるので、この辺を開けていって、中心部にジャンプかなんか、奥にジャンプ2って感じですね。さあ、この辺縦になってほしいところ、ウォーデンにやつが飛んできたが、クイーンがカット。さあ、もう一体奴が飛んできて、火力の高い奴らはビッグボーイにトゲ、タンクしてくれてるので、まあそんなに痛くないと。さあ、そしてここをトームなしで乗り切れるのがこの編成の強いところですが、レイジはかけていって、早めに処理しつつ、トームは温存。奥の一番火力の高い投石機ダブルのところでトーム打っていくかな。さあ、まだ HP が保てているのを確認してギリギリまで止めていく。ここでトーム。シングル IT も捕まるし、投石機2砲も捕まるし、相手のロイヤルチャンピオンも捕まるというところで、まあ一番火力が高くなるであろうところにしっかりとも残していきましたね。で、投下兵舎から出てきたバルキリーたちが上から1マス空いてたところをね、投石機へスナイプしていきました。
さあ、ロイヤルチャンピオンをテスラ森の方へぶっ刺していきつつ回収を始めて、なんとかこのスーパーネクロ部隊はね、シングライティーイーグル砲の方へ寄ってほしいというところをね、サイドカットしております。さあ、しっかりクイーンが入ってくれたので、クロークもロイヤルチャンピオンも能力あるので、それだけで終了ですね。はい、しっかりサイドカットもできていて、まあ、回収もできているので、残りはもう3時のこの辺に集まってきて終了と。いい展開でしたね。さあ、なんとか生き残ってほしいところですが、オーデンのギリギリのライフオーラを受けましたね、ギリ最後。これで前回と。いや、素晴らしいスーパーネクロですね。まあ、スーパーネクロもね、天才の弱体化によってあんまり使われることは、回数は減りましたが、それでも刺さる配置に対してはやっぱりライトニング6発を使ってでも強い編成ではあるかなと思います。さあ、ガクディガホグ。今回はガクさん下の方の番号でしたね。上の方が埋まってたのかな。いつもなんか上の方ポン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 って攻めてるイメージだけど。さあ、穴開け2発ウォールブレーカーを投げていって、ババンと。まあ、そもそもこれを上に開けようと思ったらこっち行っちゃったから上を慌てて拡大したらテスラが入って、なんだこのテスラっていう状況でしょうね。これここにテスラ置くのちょっと珍しいかな。なんか開けたかった感じ見るに上を開けたかったように見えたんで、ここのテス、ここ開け、入ってほしかったってわけではないと思うんだけど、まあ、逆に言うと開いたところをうまく利用できればいいですね。さあ、この後ウィズと打った後テスラに戻るか、さては。戻った！戻って、これテスラでタウンホールに向かうんでは、ずるい。そして援軍処理を火力のないところで当たれる、ずるいぞ。最強ルートに入ってしまった。こうなったらもうこれ9時から、どっちからでもいいか、2時からでも9時からでもどっちからでもいいようなディガーのルートができてますね。タウンホールは取れて援軍処理ができている。どっちから行きます皆さん、これ。2時からですね。違う、9時からですね。2時だとちょっと広いなと思ったんで、僕も多分9時からしてたと思います。マルチ IT だから、これシングル IT とかならば、シングル IT のタゲをね、ディガホグで取ってクイーンを延命とかもできるんだけど、マルチなんでそんなに痛くないと。さあ、レイジフリーズ、レイジでしっかりクイーンを延命しつつ、バッコンバッコンとディガホグ進めていきます。ヒールを打ちつつ、さあ、そろそろトームのタイミングになってくるか。すべてのユニットにかかるようなタイミングでトームをかけていきたい。まだ温存。温存するんか。なるほど。生きれるかロイちゃん。あ、キングだけってないんだ、それ。クイーンはちょっと、サボってますが、ここでストライカーが合流。ブーメランが放たれていって、ちょっと一瞬画面固まった気がするけど、なんとか届いていくか。さあ、これでフリーズで速攻延命するんだ。っていうか、結局トーンが余ってるやん。さあ、クロークを使って、あとはもう回収の構えで、ホグがしっかりトーム中のホグが回って旋回。お見事。うまいですね。ガクティガホグ。ガクも。そろそろレジェンドリーグのディガフ特集したいところですね。さあ、続けてクラウス。突撃艦のラバル、突ウィズラバル。シンメトリーのように見えてシンメトリーではない配置。イーグル砲狙いですね。これはクランジョが狙えるというところと、まあ、ここら辺を一掃したいというところでしょう。さあ、落とすか。落としていって、エッジ打ちつつ、援軍は超火力セットですな。外れちゃいそう。おっと、ギリギリ耐えていく。援軍処理できた。いいね。イーグル砲が取れないか、これは。狙って、あ、いた。いたいた。あれみたい、なんか。水の中にいる金魚とか見てる時の気分になっちゃった。あ、いたって。さあ、キングを、これはタウンホール狙ってますか？そして単独でクイーンをここ、ロイちゃんの区画入れようとしてる？入んないと思うけど、それ。さあ、サイドカットをやりつつ、これタウンホールを狙ってますね。入るんか、それクイーン。ファイナソーランキング第2位ぐらいなんだけど、それ。入んないっすよね。
で、キングの方がしっかり入ってて、ロイちゃんもロイちゃんで単独で使ってて、これは処理ができそう。ダウンホールも処理ができそう。まあ、ちょっとこのクロスボウが残ってしまったことぐらいかな、ゴさんは。それ以外は、おおむね、まあ狙ってた通りにはなってるかなと思います。さあ、ここでラバルパーとスタート。イーグル砲もないので、特にバルーンから出していっても、イーグル砲がバルーンに飛ぶことはないというところ。さあ、残ってしまったクロスボウにもしっかり、リカバリーのバルーンを出しつつ、そっちにヘイストかけるんだ。これ、ここまで見てるんだ。ヒュイーンと投石機のところにバルーンが飛んできて、さあ、集まってて、トーム、しっかりストライカーもクイーンを刺しつつ、もう残り怖いところがないのに、フリーズが3発残っているという豪華なセットもどんどん打ってっていいでしょう。もう全開間違いなしですね。あとはこの金庫類がすごく回収が長引くところだと思うので、そこまで届けることができるかどうか、くじが残るでしょうというところを見て、あえて迫撃砲をカットして、アーチャーのサイドカットというか回収を出しています。サイヤースイにもしっかりフリーズを打って、早く壊してほしいっていうところを連絡しております。さあ、中心部赤バックセットで回収ユニットが飛んでしまいましたが、ストライカーが残ってたので回収を早めていっての全開です。回収意識もね、結構大事になってくるので、この編成。特に、最近は結構バルーンとか、まあ、本体ユニットは残るけど、時間切れで全開まで届かないみたいなことね、結構あったりするので、どの施設が残りそうかとか、どのユニットなら回収できそうかっていう目線も結構大事になってくるんでね、その辺はしっかり見ていく必要があるかなと思います。さあ、あと2本でしたね。ピピッさんのディガホグ。最初はなんかずーっと純正ラバルで攻めてたのを見たんですけど、途中からディガホグに切り替わってましたね。これは4時のマルチ IT の部屋に入れてきたいという流れでしょうか？かなぁ。多分ひっくり返らずにこっちに行くかな、ちゃんと。はい、フォームチェックして。もうちょっと気持ち角度つけた方が、行く方は大丈夫かな、これ。大砲でしっかり引っ張られたので、こっちの部屋に入ることはなさそうですね、とりあえず。ちょっとマルチ IT で、この対空砲不穏かもしれん。どうだろう。ああ、入らない。入らないですね。これクロスいかんかな？大丈夫かな？クロスいっちゃった。さあ、ここでバルーン。ああ、しっかり折れましたね。OK です。さあ、超火力セットを、クロークを早めに自分で打ちましたね、今のは。フリーズマン間に合わないというのを見て、ああ、開いたら強かったんだけど、ちょっと届かず。そしてクローク使っちゃったのでヒーラーにタゲが飛んでしまってますね。これが少し痛かったんですが、ディガホを早く始めることで、無理くりアチャターを切ってきました。タンホールはここでしっかり折れましたね。あとはディガホグが頑張れば。さあ、1本目は早めにヒールを打って、ここら辺でそろそろトームスポットが見えてくるところかな。さあ、トーム、すべてのユニットにかかるようなタイミングでトームをかけて、投石機だったり、ボムターだったり、右に行った部隊にもしっかりトームかかってて、いいタイミングでしたね。さあ、ラストマルチ IT のところを届くように、ヒールとフリーズをかけていって、クイーンはなんとかバルーンで延命できるか。延命がギリギリできて、前回もう待ったなし、ロイヤルチャンピオンの能力も残っていっての前回、素晴らしい。綺麗に全開。さあ、ラスト一本見ていきましょう。さあ、まず拡張していって、これは結構前のレジェンド陣なんで、まあ、取り方は知ってるでしょう。こういうやつは大体タウンホールと援軍セットを処理してティガホグみたいなのが、額だからできてるのかもしれないけどね。非常に難しい。簡単に見えて。まあでも、条件としてはタウンホールと、援軍セット。そして、どっちかなんか取れそう。どっちに流れても投石機が取れそうっていうところですかね。さあ、折っていって、バルーンでタンクしつつ、援軍の高いやつが飛んでくる。さあ、しっかり、ストライカーの処理ができました。素晴らしい。で、流れた方にクイヒーの穴開けをしてあげて、中に入れていくと。さあ、ベビードラでサイドカットして入るか、ちゃんと。AT 打った後戻るかな？戻りそうかな？うん、戻ったね。で、もう始めるかな？始めないのかな？来た。来たね。
口が流れないようにサイドカットして、できればロイちゃんのタケとかもディガホグで取っていきたい。オッケー。こうなるとクイヒーも生き残ります。ホーミングチェック用のバルーンも奥まで届いていって、まあ一発食らっちゃったんですが、まあ一個回収できたのでオッケーでしょう。さあキングとトーカーヘイジャでサイドカットできているので、しっかりディガホグも内側入っていっていい感じ。ヒーラーがディガホグに取られた。6、こうなったらちょっとゴリ押しで透析よくいいんで、オルナ無理になっちゃったので、あとはディガホグの方で取る番ですね。いい感じのトーム。さあ、ボムター破壊しつつ、まあ、ちょっとサイドカットが無理くりっていうところもあったので、このぐるんぐるん口が流れてしまいましたが、ここでも一回フリーズを打ちつつ、ヒール一発まだ手元にありますね。サロイちゃんがここで剥がされちゃうか。剥がされてしまいましたが、ここでヒール、透析のタゲを見てヒールをディガーの方に打っていきつつ、さあ外周部、スニゴブでカットを入れて、なんとかディガーを透析機の方に向かわせていきたいところだけど、タゲロイ、おでんで取れたな。これでフィニッシュ。こういうとこもね、おでんとディガーのシナジーがありますよね。おでんでタゲ取って、透析機をその間にディガーホグで取っていくと。まあ意外とギリギリの展開にはなってしまいましたが、まあすごく理にかなった援軍修理とクランジョーだ、タウンホールだけ取って、プラスで投石機漏れてるしね。まあいいディガホグだったかなと思います。はい、というわけでね、今回は41点と前回11本見ていきました。まあなんとか目標にしてたジャンプ2からジャンプ1へ1シーズンで帰るっていうのを達成できたし、まあ攻め残しがあったにもかかわらず、ディストラクションも、まあ当たり前ですけど、星とかも1位でね、まあぶち切り、いい感じに戻れたのかなと思います。まあ来シーズンは2クランジャンプ1でできるので、まあこっちはまあファーミング用の赤とかで残留をやりつつ、もう1個の方でね、1位を目指しつつ、ハグルメタルの城の方ですね、って感じになって、また引き続きなっていくのかなと思います。まあ、新シーズン一発目のグランリーグというわけで、僕はちょっと休みましたが、まあ、いい前回がたくさん見れたし、まあ、ここからね、メンテナンスが入って、突撃艦のウィザードの、まあ、別の編成になってくるのかな。まあ、その辺も引き続き見ていきたいところですね。まあ、次回のグランリーグ、まあ、今回はね、グランリーグ7日間全部特集したような形にはやってったんですけど、まあ、これが好評ならば来シーズンもこんな感じでやるか、まあ今までは結構ね、グランリーグはどの編成でとか、なんか編成別に分けてってやってたんですけど、まあすんごい大変で、どの前回が何番から何番で、何戦目の何番ディガホグでしたみたいなのをね、記録つけて、ディガホグ特集みたいなのをずっとやってたんですけど、すごい大変で、まあ動画自体はたくさん作れちゃうんだけど、なんかどんどんなんか日にちが過ぎていって、また新しいメンテナンスとかバランス調整入っちゃったりするとね、使えなくなっちゃってるとかもあるんで、まあちょっと動画次回、動画の時間自体がね、まあ全部の前回を紹介してるのですごく長くなってしまうんですけど、この感じでもね、好評ならばまた続けていこうかなと思います。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。